焼肉屋の年商6億円ですって本当だったんですか？でもあの時は本当調子乗ったな。今は焼肉屋から給料持てないと失敗したら僕が責任取ったらいいんで、その方が働いてるコーラも楽しいと思うんですよ。こんにちは、旬ダイアリーの副業研究のコーナーです。本日は田村健二さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。田村健二です。田村さんはですね、はい、芸能活動と並行して焼肉店の経営などをはじめ、様々な方面でご活躍されている方なんですけども、本日はですね、そこの副業の部分を詳しくお聞きできたらなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。僕自身田村さんのファンといいますか、好きだったんですよね。今大学4年なんですけど。好きだったより過去形になってましたけど、ね、今今は、好きです無理やり好き言わんでも、田村さんが、副業をされたきっかけであったりとか、副業で今どういったことをされてるのかっていうのをお聞きできたらなっていうふうに思っております。もともと副業をやるつもりは全くなかったんですけど、元奥さんのご実家っていうかお母さんが、焼肉屋さんをやってはって、お母さんはもう辞める気満々やったんで、お店を続けていく気力がなくて、だけどお金も損したくないというか、はい、いうことになって、なんとかここで恩返しができへんかなということで、じゃあ僕がやりますわって言うて始めて、もう13年です。そうなんですね。そうなんです。だからもう全然こう自分で芸人がもう一つやし、ちょっと副業で稼ごうかなとかいう、そういうことじゃなくて、ちょっともうやらなければならない状況やったというか、2008年ぐらいにテレビ番組で今のその焼肉屋の年商6億円ですっておっしゃってたんですよね。はいはいはい。それって本当で今はどれぐらいなんですか？でもあの時は本当だってね、2号店ができたんですけど、それがね、月最高3500万ぐらい売り上げました。月でもう異常でしたね。だからずっと会社の人間にはもうこれ異常やからなって、絶対これはもう一生続くことはないから、気引き締めていこうなって言うてたんですけど、調子乗ったな多分ね。どういうところで調子乗ったんですか？いや、その2号店をちょっと大きく出したことも調子乗ってたんでしょうね。やっぱりもうちょっと自分の身の丈に合った大きさでお客さんに行き届くこうサービスっていうのね、やっぱりね、ある程度人材もいるし、やっぱり芸人の店やからこそ適当にしたくなかったんで、でもその時は人材も揃ってないのに広げてしまったことでこうサービスの低下とかもあったやろし、その時にこう目をかけたお客さんがおることも確かやし、それを考えると申し訳なかったなと思いますけどね。今の副業と本業でのそのお金の割合は半々ぐらいなんですか？僕はもう会社を作って会社から給料をもろてる感じなので、半々とかでもないんですよ。こんなに言ってええんかな。今は僕はもう芸能のお金だけで給料持ってます、はい、そうなんですね。もうちょっと焼肉屋でもドカッと儲かり出したら役員報酬とか、はい、そういうものが出だすのかな。だから今焼肉屋からは給料持てないです。ハムケンさんの今のお仕事の割合として、芸能活動と経営の活動、何対何ぐらいの割合なんですか？これね、みんなよう言うんですよ。おそらく副業の方が多いんちゃうかって思われがちなんですけど、ほぼほぼ9-1ぐらいで芸人の仕事をやってますね。水曜日のダウンタウンぐらいしかお目にかからないと思うんですけど、関西で7、8本レギュラーやってるんですよ。拝見しております。僕のポリシーというか決めてることで、いくつになってもどんなに売れても絶対にロケには出るっていうのを決めてるんですよ。大体ほら、皆さん売れてきたらそういうのをやめてね、割のいいスタジオばっかりになるじゃないですか。はい、陣内とかね。陣内さん確かにそうですね。みんな同期はそうなっていくんですけど、僕はもう一生ロケに出続けるって決めてたので、
なのでスタジオ行ってロケやってっていうので結構ねもう毎日もうパンパンなんです。しかも2週間に1回ぐらい東京に来られて水曜日のダウンタウンとかの収録されてっていうことですね。そうですね、楽しませてもってます。たまの東京を東京を、はい、でもそれぐらいがねちょうどいいですが、僕が今やってることってトップとして決断してるだけなんですよ。現場に立ってやることもないし、ただ会社の人間がこうやりたいあれやりたいっていうことを僕が決断して、で僕はあとはもう責任を取るだけなので、本当に副業に関してはほぼほぼ労力使ってないです。その方がね働いてる子らも楽しいと思うんですよ、うんうん、上の顔色見ながらやるよりは、はい、なので彼女たちに考えさせて、ほんでそれで、いけると思って言ってきたことはできるだけやらせてあげたいなと思って、でも失敗したら僕が責任取ったらいいんで。僕田村さんみたいな上司が欲しいなと思いました今。そうでも、はい、こんなん言いながら楽してんちゃうかって思われてるよ。楽してんちゃう、いやちょうど僕去年の今ぐらいに一度だけ田村さんの焼肉屋さんで食べさせていただいたんですけど、すごく店員さんも丁寧で楽しそうに働いてて味も美味しかったです。本当に芸人の店やからってやっぱり思われがちなんですよ。はい、そこをはるか超えていきたいなと思ってる。うーん、なんやん、え、意外とうまいやんって言われたらめちゃくちゃ嬉しい。テレビ番組とかラジオとかではいじりとして美味しくないみたいな、評判悪いみたいないじりとかあると思うんですけど、そういうのはあえてやられてるんですか？あえてというか勝手に剣道小林とかが言いよるんですよ。けどその当時よく後輩とかが来てくれたりもしてたんです。その時に言ってたのは絶対にうまいだけ言わんといてくれと。なんでですか？だって先輩の店に来て後輩がうまいって言ってるの見てなんか気持ち悪ないですか？媚び売ってるみたいに聞こえて、なんかね、はい、でまあお笑い芸人が来んねんやから道具としてお笑い取る道具として使ってくれた方がいいやろし、そこでまずいとかなんかむちゃくちゃ言われて怒る先輩なんかにはなりたくもないし、だからうちは本当にその取材してもらう時にうまいだけは言わんといてくれっていうこれだけでした。はい、じゃあ僕もまずいってこれから言います。いやいや、じゃあほんまに食べに来た人はあんま言うたらあかん、それマジになってまうから。テレビとかやったらいいよって話だから。で俺も横におるし、その時は。あ、そういうことですね。そうそう、突っ込めるから。突っ込めないところではじゃあ美味しいって言います。そうそう、突っ込めないところでは美味しいって言って回転率なんて考えたことなくて、なんか適当に扱われてる感じしません？いや、もちろん成功はしたいですけど、まあ正直にやって成功せえへんのやったらもうしゃあないなと。CR25 の YouTube チャンネルでは10分で学べて仕事や人生の活力になるようなインタビュー動画をお届けしています。今は情報が簡単に手に入る時代だからこそ実際に行動できる人が強いと思ってます。行動すれば自分の可能性に気づいて視野が広がったり、失敗も必ず次につながる資産になります。 CR25 はそういう思いで皆さんが一歩を踏み出すきっかけを提供したいと思っておりますので、自分の仕事や人生もっと楽しみたいという方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。